橋本テル夫は日本の騎手競争馬調教師。1933年に騎手デビュー。太平洋戦争最中の1944年に能力検定競争として行われた東京優秀を改装で制したほか、1950年には雲の花に騎乗して、札幌賞、日本ダービーのクラシック2冠を制した。騎手通算成績は1154戦154 15勝。 うち八大競争三勝を含む重勝五勝。1953年に長教師へ転身し、それぞれ菊花賞に優勝した、駒光、赤根天竜、中山大障害を4連勝した、藤野王を日本ダービー優勝場メリーナイスなど数々の活躍場を手掛けた。1993年に定年引退。長教師成績は、 日本中央競馬会が発足した1954年以降で通算73611931勝、うち8大競争、GIQ 競争4勝を含む重賞30勝。1915年、北海道静内郡静内町に、畑作農家の4、男として生まれる。父の育次郎は、馬好きが講じて競争馬の馬主となっていたほか、 長兄は競争馬の生産を行い、騎手県長教師の稲葉秀夫とも同級生と、競馬に関わりが深い家庭環境にあった。幼少の頃から成績優秀であったテルオに対し、育次郎は将来獣医師になるよう促したが、すでに騎手を志していたテルオはこれに反発。尋常小学校高等科卒業後の1930年、長兄の取り次ぎにより上京し、 中山競馬クラブ所属の東原玉作り級に、機種見習いとして入門した。橋本は、自分が東原旧社に入ることを知らず、稲葉秀夫旧社に入門するつもりで上京したといい、東原先生とは、うまいなどであい、面識はあったけれど、まさかで子としてお世話になるとは考えてもみなかったと、回想している。一年先に入門した、兄弟子に、矢野幸雄がおり、 後に二人が東原旧社の主軸となった。1932年、騎士免許を取得。翌1933年5月13日に横浜競馬場でデビューしたが、初戦から5頭が絡む落馬事故に巻き込まれ、初騎乗は落馬競争中止という成績に終わった。翌1934年9月23日に福島競馬場で初勝利。 以後順調に成績を上げていたが、20歳の時、障害競争の起乗中に落馬し、頭蓋骨骨折及び内臓破裂という重傷を負う。さらに1ヶ月後、落馬の弾みで、左目の視力を失っていたことが判明した。視力が戻らないまま1年間の療養後に復帰。その後、25歳の時に、再び落馬した際に今度は左右の腎機能に異常が見つかり、打ち、 左腎臓の摘出を余儀なくされた。階層と橋本1941年に東原旧社から東京競馬場の久保田原子旧社に移籍。1944年、原子の辞定、久保田金蔵が管理する階層が日本ダービーに向けて登場するに際し、従来の主戦騎手、杉村繁盛の代役を任された。前哨戦での勝利を経て六月十八日に、 ダービーを迎える。かねて戦況が悪化していた太平洋戦争の影響により、当年のダービーは能力検定競争として無観客で行われた。200人ほどの関係者が見守る中、回層は第3コーナー戦闘からゴールまで押し切り、5馬審査で圧勝。橋本はダービー初起乗でダービージョッキーの称号を得た。競争後回層は気球して、 橋本の手を離れている。1945年に入ると、世紀の競馬開催は休止され、日本競馬会が全国各地に設置した支所へ疎開した競争場と旧社関係者でそれぞれ能力検定競争が行われた。橋本は故郷、静内に設置された北海道支所に久保太郎と共に派遣され、騎手として能力検定競争に起動した。戦争終結後、 競馬は、翌1946年10月より国営で再開された。日本ダービー決勝戦手前の様子。1949年、橋本は鈴木翔太郎級者から雲の花の手綱を任される。同馬は脚部に欠陥があったため、中村博士、日本柳と塩といった花形機種に騎乗を断られ、そこで、 というと悪いが、近所にいた橋本照夫君に乗ってもらったという縁であった。初勝利までに8戦を要したボンバであったが、翌1950年5月、得意の不良馬場で行われたサツキ賞を4馬審査で、制すると6月11日の日本ダービーも不良馬場の中優勝し、春のクラシック2冠を達成した。同時に橋本は当時懸念されていた。 ダービーを二度勝つことはできないというジンクスを覆し、史上初のダービーに勝騎手となった。橋本は後に雲の花について、水かきをつけているようにおもばばが得意でしたよと、評している。同年10月29日、橋本と雲の花は、セントライト以来9年ぶり、史上2頭目のクラシック3冠を目指して、菊花賞に出走。最後の直線で抜け出したが、後方から追い込んだ。 浅サミク騎乗のハイレコードにゴール寸前で頭逆わされ三冠はならなかった。橋本はゴール手前200メートルの地点で先頭に立ちやった。と思った瞬間、ハイレコードに外から一気に来られた。並んでの競り合いなら負けなかったろうが、あれではどうしようもない。いい勉強になったと述べている。その後は駒王で第回のダイヤモンドステークス越山で、 中山記念、秋と二つの重賞勝利を挙げた後、1953年10月に騎士を引退し、東京競馬場所属の調教師に転身した。なお、晩年の橋本は騎士会長も務めていた。調教師としての初年度は3勝。2年目に入ると、峰の姿のダイヤモンドステークス、駒の花のクイーンステークスと二つの重賞価値を含む20勝を挙げた。 1961年には管理場駒光が、浅見邦一と共に、菊花賞に臨み、後方からの追い込みで優勝。橋本は、雲の花の雪辱を果たした。この競争前、橋本は千見に対して、ハイレコードと同じ乗り方でと注文したといい、千見は、橋本さんの態度は、波の腹でできるものでない。立派だったと思いますと称えている。以後も、順調に、 重症勝利場を排出し、1963年秋から1965年春にかけては、藤野王が障害の最高競争、中山大障害で当時最多の春十四連覇を達成した。藤野王は1966年に日本の競争場として初めてヨーロッパへの遠征を行い、イギリスの障害競争の祭典、グランドナショナルに出走。結果は競争途中の、 第15障害で飛び越しを拒否しての失格となったが、その後移動したフランスで11戦2勝の成績を上げた。この時期、橋本球者は障害競争の活躍場が続出し、1963年から1968年までに8つの障害重症を制した。1964年には自己最高の43勝を上げ、優秀調教師賞と調教技術賞を受賞している。 また、1969年には、鴨田寺南宮社から移籍してきた茜天竜が、菊花賞に優勝し、橋本も、同競争の2勝目を挙げた。1970年代に入ると8、大競争制覇から遠ざかったが、1971年、1975年、1982年に、長競技術賞、1984年に、優秀長競師賞を受賞した。 また、1978年から1979年には、日本調教師会副会長及び、関東本部長を務めている。1986年には、メリーナイスが、関東の3歳王者戦、朝日杯3歳ステークスを制し、橋本は1984年のグレード制、導入後初の GI 勝利を挙げた。メリーナイスは、翌1987年に、日本ダービーを、 史上3番目の大差である6馬審査で優勝。これに伴い橋本は、大久保ふさ日本柳と塩以来3人目となる騎手、長教師双方でのダービー優勝を果たした。その後は1990年代初頭に、短距離戦線で活躍したともえリージェントが、最後の重賞勝利場となり、橋本は1993年2月28日付で、 定年により長教師を引退した。2001年10月1日、東京医科大学霞ヶ浦病院で死去。86歳没。主な機場は、括弧内は、橋本起乗時の優勝重賞競争。8大競争優勝場その他、重賞競争優勝場、日本中央競馬会が発足した1954年以降、上記の他1953年に参照。 受賞を主な管理場、括弧内は、橋本管理課における優勝重賞競争。八大競争、g i 級競争優勝場その他、重賞競争優勝場太地は、門下生。括弧内は、旧社所属機関と所属中の職分。他同一年に調教し、騎手兼業で優勝した者に、中島時一、中村博士がいる。 大久保ふさつも長期兼業での優勝経験がある。GI 競争は、試行時に GI 格付けされていた競争のみを扱う。ありがとうございます。